ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ジャック RXY です。マザー3実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで前回は種ひねり島を目指して海底の道を進んでいったというところでね、一番最後かな、もうちょっとで海底から出られるっていうところでボスキャラの渦潮様というボスキャラに会いまして、まあ、勝ったはいいんですけど、渦潮様が最後の力を振り絞って大きな渦潮を起こしたせいで持ち物を全て失い、体力も全てやられたと。で、まあ種ひねり島に上陸をして、怪しげなキノコを食べたら、まあ、このよくわからない世界になってしまったと。でもなんか体力とか PP は回復してるみたいなので、これでいけってことなのかな。というわけでやっていきたいと思いますけれども、フリントがいるけど、えっ、おお、アレックスはこんなところで何をやってるんだ。リクがめっちゃ吠えてる。道に迷ったのか。見迷ってないっす、十分迷ってるじゃないか。ええ何何これ、不気味な笑いが。行く手を塞がれただって。カビ胞子を飛ばしてきた。炎に弱い、しびれに弱い。しびれってパラライシスだっけ。アシスそうになるのかな。パラライシスでいいと思う。煙玉、キノコとか生えたら、うわ、毒毒。パラライシス、オッケー、しびれたぞ。煙玉から効かない。ヒーリング回復を持っていればよかったが、怖いよね。毒消し持ってなかったっけ。笑い出した、なぜか攻撃を受けた。オッケー、攻撃下げてヒーリング。炎に弱いらしいので PK ファイアブレイク。怖いよね。タンタンタタン、ヒーリングで回復、毒を取って PK ファイア。そんな効かないか、ちょっと回復したいけど。だね、あ、もう効かない感じか。あと何かあるかな。サイマグネットやとか、くすぐり棒、ちょこちょ。サイマグネット、あ、持ってない。普通に攻撃するだけでいいと思う。どうしようかな。くすぐり棒、あ、そっか、回復持ってないのか。じゃあXY が攻撃で、クマトラウで回復させるので、くすぐり棒で攻撃。え、本来の姿だぞ。なんだあれ、
しびれが消えちゃったみたいだけど。パラライシス。OK。よし。誰も倒れず倒しました。多分そんな強いボスっていうわけではないみたいだけどね。フリントが消えた。あ、でもこの世界からまだ抜け出せないみたいだね。ちょっと回復したいけど、ん？なんか、え？なにこれ？回復しますね、ちょっと。はい、回復しました。あれ？あれはウェスじいさん。なんかポストみたいなのもあるけど。バスターよ。お前の左足が不自由になってしまったの。わしのせいじゃ。悪かったな。もうどこへも行くな。わしと一緒に帰ろう。やだ。お役者が誰も彼もが泣くぞ。あ、消えた。これって選択を間違えなければ戦わなくていいのかな。このゴミ箱は何だろう。覗いてみます。じゃん。お、高級バナナ。多分。ああ、そっか。このこういう世界だから分かんないか。一応アイテム欄で高級バナナと書いてあるけど、わあ、命のうどん怖いな。これあんまり使いたくないね。使わないようにしよう。ポストがあるよ。ポストの蓋が開いている。はい、はがきが入っている。 RXY という少年がお墓で泣いています。RXY という少年が犬と森をうろついております。 RXY という少年が山奥で悪さをしています。 RXY という少年がうちの庭のナッツを盗んでいました。 RXY という少年が怖い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 悪い魔法で、いやいや、やばい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 。あれ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 はなんだっけ。竜だよね。え、嘘でしょ。ねえ、アレクサイ、何やってるの。試したんで僕も混ぜてよ。やだ。どうしてどうしてどうして混ぜてくれ。普通の敵。あと不気味な笑い、いいよね。不気味な笑いですね。ちょっと匂い嗅いでみよう。眠りに弱い。あ、敵が毎回違うのか。催眠術はバスターでやった方がいい。なんだ、セイウチウータン的な。だん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 攻撃下げます。普通の敵か。お、高級バナナだった多分。え、これ使って大丈夫かな。ちょっと使ってみましょうか。あ、回復した。多分大丈夫だと思う。いや、ポスト見たくないな。はい、無数の叫び声が入ってた。どこまでも続く暗闇が詰まっていた。自分の鳴き声が入っていた。私は見なかった。どこに行ってました。あなた隠して何言ってるんだ。そこにいるじゃないか。音楽が違う。ラララララララ何、炎、 PK ファイヤー、氷に弱い、しびれに弱い。
TK フリーズガンも覚えてます。そんな強いわけではないけど。星型、多分。ちょっと体力の減りがひどいので回復します。はい、回復しました。全くの空っぽだった。空っぽが湧き上がってきた。あれ？あれってヨシコシだっけ？綺麗な蝶々がたくさん入っていたマジックバタフライじゃないのかな？話しかけなくてもいいんだ。必ずしも戦わなくてもいいみたいですね。誰か覗いていたように見えたが、向こうからも覗いていた。どういうことだ？これ何がゴールなの？みんながお前を待っているんだ。お前に石をぶつけて、ツボをかけて、ひどい目に合わせてやろうと待っているんだよ。みんなって、お前の好きな人ばかりだよ。イケファイアガンマ。フリーズか。強い。ワニの帽子。どういうやつだろう。ちょっと装備を変えますね。はい、回復しました。ここは見たっけ。ん、ああ、これさっき見た。ああ見た見た見た。母さんが待ってるよ。肉じゃがができたって。待ってるよ待ってるよ待ってるんだよ。怖ーい。うおー、PK フリーズガンマン。あ、タイタニー。こいつ強えな。わお、戦後経験値ですって。この世界どこまで続くんだろう。種ひねり島ずっとこんな感じ。取り替えっこしようよ。怖い怖い。君の方が。いけフリーズ。オッケー。レベル上がりました。多分ゴミ箱を調べて妖精のリボン変えてみるか。はい、変えました。さっきからカットするべきシーンが多いな。これいつまで続く感じかな。うわー、なんかフリントがいっぱいいるぞ。フリントが走ってきたぞ。回復してようか。はい、回復しました。フリント、そろそろ晩飯の時間だな。ひなわもそろそろ帰ってくるだろ。何？帰ってこない？お前が何かしたのか。え？俺がしたのか。ひなわが帰ってこない。お前は誰だ。お前がしたのか。晩飯の時間。あー、バグってるバグってる。 PK フリーズ。 OK。はい、殴ってやる。お前を殴ってやる。お父さんがお前を殴ってやる。あ、どうした。お、抜ける。お、温泉。ゴージャス温泉。危な。年齢もなんかどうって。温泉には入りたい。温泉だーい。なんで？どうしたの？あれ、ティク。何？なんかすごい嫌な予感。え？回復したのかな？一応回復してるよね。回復してるけど、なんか汚かったのか？あー、触れちゃった。お前さん、誰じゃったかの？これはどうだ。ムシムシキラー。話しかけない方向性でね。こっちっぽいな。
あなたは誰？君たち君たち、針が刺さったのか。預かるぞ、針を預かるぞ。あ、カエルさんだ。セーブしよう。はい、セーブしました。とりあえずマジプシーの家みたいだよ。何があなた、誰だ。くねくね、あちらにいらっしゃるのがミクソリディア様だよ。音が歪んでる。あらあら、いかにもキノコにやられてる人たちがおいでだわ。あなたたち臭いわよ。あら、もしかして RX アーちゃんにクマトロちゃん、それからダスターちゃんね。そうです。それにしても臭いわね。あなたたちのことはヨニアちゃんから聞いてるわ。私はマジプシーの人にミクソリディアよ。覚えにくかったミクソじゃなくてミッシーって呼んでいいわよ。あなたたちここに並びなさい。なんかみんな元気がない。あのキノコはほんの少しかじっただけでもひどい幻覚を見てしまうのよ。心の弱い部分や心の傷をかきむしるような強力な幻覚よ。今覚ましてあげるわね。いや、それなんか座禅的なやつじゃん。キノコを食べたのによくここまでたどり着けたわね。聞きたいことは分かってる。この種ひに島の針は丘の上にあるわよ。私ももうその時を感じてる。あなたたちが抜きたいならいつでも。ただし私が仕掛けた具体的な結界が破れたらね。ああ。そうそう、あなたたちが海で落とした荷物はうちのハチが一つ残らず拾っておいてくれたわ。お礼を言ってあげなさい。タコだったの君。はい、海にはいろんなものが落ちてる。浜辺でいろんなものを拾うのピーチコーミングって言ってね、僕は大好きなんだよ。あ、よかった、流されたグッズを手に入れた。よかったね。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。まあ、無事にマジプシーのミクソリディアの元にたどり着くことができましてね、ちょっとよくわからない幻覚を見せられたんですけれども、次回は5本目の針を目指して種ひねり島の奥へと進んでいきたいと思います。というわけで以上 R でした。ご視聴ありがとうございました。このマザー3の実況プレイリストの URL が動画の概要欄にありますので、パート1から気になったという方はぜひご覧になってみてください。また他の実況プレイリストの URL も動画の概要欄に URL があります。ぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。